あゆるです。こんにちは。今回はコンピュータ質の採血編成ご紹介。この一時停止は雨の祝福障害物破壊だっけ。っていう迷いの現れね。でもこれ一回走るのに1時間待たないとなので、そのまま走ったんだぜ。なお、後で確かめてみたところ救出がついてた模様。本当は障害物破壊をつけるといいです。そんなわけで雨祝福はレモンもジャングルも障害物破壊一択。そしてレモンとジャングルである理由についてだが、レモンは高速ダッシュが他の子よりも速い上に、ダッシュ中に障害物を破壊してさらに破壊スコアが高く、高速ダッシュだらけで障害物だらけのステージでレモンを超えるクッキーはいない現状。レモンは確定で採用だぜ。バトン後のジャングル選手も似たような理由で、ダッシュ持ちで障害物破壊得意&スコアアップ持ち。大体クッキーはとりあえず編成の紹介が終わった後にでも。それじゃあ次は宝物。宝物はエンジン宝箱ピッケル。それぞれ役割は速度アップ、アイテム生成、障害物破壊スコアアップだな。エンジンは育ってるだろうけどローラースケートで代用可能。ピッケルはキャンディケインとレアのハンマーで代用可能。宝箱はレベル1でもアイテム生成の性能は同じだから、レベル1でも入れたいところ。高速ダッシュを生成する宝物は他に地図があるけど、地図入れるくらいならレアの障害物破壊スコアアップの宝物入れた方がいいんだぜ多分。それでスキルはリフリですが、多分こうです。全員かこれで98位取れたので多分合ってます。自分が弱い自覚あるから暫定順位こすってもいいと思ってるっちあり。どこが生きがってると不愉快なんだぜ。っていう意見の人も見かけるからおとなしくしとくんだぜ。ちなみにスキルポイント全部集めるまでは下に振っていくといいです。下に振り終えてから真ん中に振っていきましょう。そんな感じでこの編成で障害物破壊を意識して走れば SSS ランクは4人みたい。問題は大体編成なのよね。障害物破壊クッキーとかユーチャージクッキーとか SSS ランク取れるのかなと。この採血編成で17億で SSS ランク取るには10億必要。2億って結構差があるように思いますが、この手のステージはハマると稼げず、ハマらないと稼げないので、鉄ハマりしてるレモンでこのスコアと考えると他の子じゃちょっと厳しいのかなと。まだ初日2日目なので、皆さんの声なんかも聞いて研究していきたいわね。と、いっつ、これ編集してる段階では初日だから、もう少し試してから残り作ることにするんだぜ。とりあえず数回走ってきました。勇者コンビと忍者で10億程度、デニーモコンビとアボカドで13億程度、アボカドコンビとデニーモで11億程度、筋肉コンビと忍者で10億程度。それぞれ試してみて、やっぱりこのステージにはレモン不可欠かなと。でも何度も言ってるが SSS ランク取っても報酬は少なくて、自己満足な感じが大きいんだ。そもそもクッキー揃ってない層は SSS ランクは狙うもんじゃないのかも。個人的に今回は簡単なステージ続いてたから、運営も緩和したのかなと思ったけど、ここに来てこのレモン必須ステージ。課金させてレモンくんを育てさせる目的かな。ちなみにレモンくんはこういうイベントで活躍するので、育てておいても損はないんだぜ。ちなみに言い忘れてましたが、今回の編成でレモンの次に大事なのがペットの芋です。障害物破壊スコアをめちゃくちゃアップさせて、全体のスコアの底上げを担ってます。SSS 取るだけならレモンペットでもいいんだけど、レモン以外を使う時もこのペットは採用したいところ。でもこれまたこのペットも普通は育ってなさそう。日頃から育てた方がいいって言ってた方が良かったのかなとちょっぴり後悔。でもあんまり開催されないイベントのために育成するのは余裕ない人にはきついよね。今そんなこと言っても仕方ないので、とりあえず言えることは、レモン育ってない人は SSS ランクは諦めてもいいのかなということだぜ。全教室で SSS ランク取ると入れる教室も、アイルが動画で投稿するし、報酬も微妙とすると、SSS ランク取る意味はないです。なので安心してカスタムランの方の報酬を回収してもらえればなと。しかしこうやって諦めるべきだと断定はしましたが、自分もまだまだ未熟者にえ、他に10億取れる先生があったら、ぜひともコメント欄に書き込んでいただきたいです。何卒よろしくお願いします。そんなわけなので今回はレアクッキーのみ攻略も予定していません。最後の教室が解放されたので、そっちを攻略していきたいと思います。というか多分みんな SSS ランクとか最後のステージに入ることとか、そこまでこだわりない気がするんだよな。なのになんか感情移入して悲しい気持ちになってるの。おせっかい感すごくてやだな。おせっかいする人って、自分も含めてだけど、おせっかいした後に謝ってくるよね。それなら最初からしなくてもいいのにってなる。でもあの理由も考察すればわかることで、おそらく善意で突っ走って行動して、相手の嫌がる態度を感じ取って悪いことしちゃったってなるんだと思う。善意もコミュニケーションによっては悪く受け取られるというのは学校で習ってないよね。実際人間は複雑で、複雑な人間同士が接してが複雑な事象が発生するはずなのに、簡単なこととして捉えちゃうのが人間の悪いって。しかしこれまた簡単な理解で納得できる人がいれば、違うんじゃないか、と悩む人もいるし、おせっかいもまた、おせっかいを善意だと思える余裕のある人は、素直にありがとうと言えて、余裕のない人とか思春期の子は突っぱねちゃうよね。自分はおせっかいをやっち突っぱねる最悪のキッズなんだけど、ちゃんと後悔して同じようなことしないようにしてるからセーフ。反省してたらセーフ理論で言ってる、おすすめ。自分の場合はちゃんとフラッシュバックとかして、自分反省してる感あるから納得できてる。そざこメンタルの特権、おつぶた様でした。のし。